体育館のステージに颯爽と現れたのはレスリング金メダリストの清岡幸太郎選手です。今日はみんなで楽しく、交流をしていきましょう。よろしくお願いします。清岡選手の母エリカさんが高知市の浦戸龍馬保育園の園長を務めている園で、近くの浦戸小学校の児童も交え交流することになりました。子どもたちは清岡選手がこれまでにインターハイや国体で優勝してきたことなど、オリンピック金メダルに至るまでの活躍が紹介され、真剣に聞き入っていました。その後の質問コーナーでは、金色が大好き。素朴な質問に一つ一つ笑顔で答える清岡選手。優勝するために大切なことはと問われると、自分の夢や目標やこういう風になりたいとかっていうことを達成するためには、自分自身が一番絶対にそれができるって信じ続けることだと思います。そしてお待ちかねのレスリングでの交流。園児3人対金メダリストの対決です。体の大きい6年生は、レスリングしてみてどうでしたか？楽しかった。お相撲が楽しかったです。レスリング金メダリストの人に会えると思ってなくて、レスリングとかも見て面白かったし嬉しかったです。めっちゃ楽しかったです。自分も何か一つのことに夢中になって、ああいう風になりたいなって思いました。子どもたちはめったに会えない金メダリストを身近に感じ、感激したようでした。